今回ご紹介するのはシチズンの手巻き時計。シチズン、セブン。SEOG51301T です。パラウォーターケースを採用した防水モデル。オートデーターセブンのベースとなった。手巻きモデルであり、短命に終わったため、現存数の少ない希少なコレクションとしても知られています。文字盤は焼けたヴィンテージカラー。多面カットのアップライトインデックスとペンシルハンドの組み合わせ。グリーンのセブンマーク2デイと、英語表記の曜日が配された。セパレートカレンダー。色合いや、枯れ具合が味わい深いぬくもりを感じる風貌デザインです。金張り CGP ケースは厚みのあるラウンドフォルム。裏蓋は SS スナップバックです。現行品とは違った。国産アンティークの魅力が詰まった一品です。ダイヤル、文字盤。焼けなどの経年変化が認められます。文字、メモリのかすれ消えはありません。針、インデックスにサビは出ていません。ケース、裏蓋。すれ、小傷、変色が認められます。裏蓋の刻印は鮮明です。へこみなどもありません。風貌、すれ、小傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に確保されています。ベルト、ノンマーク。使用感はありますが、すぐに装着可能です。操作方法。ケース右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので、毎日リューズでゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き、止まり以上に強く巻き上げるとゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズは、右回し、時計回りに、指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。ルーズを一段引いて回すと、針が動いて時刻調整ができます。ハック機能、秒針停止はありません。デイトは、ルーズを2段引くたびにチェンジします。曜日は、針を回して調整します。付属品、本体のみです。日差は24時間の実測で60秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅 18mm です。ケース径は約 37mm、ルーズ含まず、縦、ラグからラグまで約 46mm、厚さ約 12mm、風防含むです。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。
時計の委託アンティーウォッチマンがお送りしました。